サワディカ。それでは前回に引き続き、世に住む日々の続きを行いたいと思います。結論から言ってしまうと、吉田松陰はその後、アメリカ船に乗り込んで、アメリカ行きをお願いするんですけれども、断られるんですね。それもそうですよ。アメリカの人たちは当然、日本の国、今の交渉相手の国、日本の中では、日本から出ることを国禁として禁じていることを知ってるんですね。このアメリカ人も個人的にはこの世界に興味津々なこの若者吉田松陰を見て、ぜひちょっと連れてって行ってあげたいなとは思うんですけれども、今現在交渉中の日本、この日本政府にやっとのことを開国を決意させたところだったんですよ。この交渉を水の泡にしたくはなかったんですよね。もっと言えば、アメリカに行きたいと言ってるこの若者吉田松陰はひょっとしたら日本政府の差し金かもしれないじゃないですか。アメリカからすればそれはわからないことじゃないですか。もしかしたら日本側がアメリカを試しているかもしれないんですよ。だからアメリカとしては断固拒否するんですね。結果、吉田松陰はそのアメリカ船から陸に追い返されて捕まってしまうと。しかも吉田松陰自ら自首をするわけですね。これも侍の性質ですね。嘘はつかない、逃げない、自ら行うことは天下に恥じないということなんですよ。そして松陰は江戸の天馬町牢屋敷という天下の大罪人が集まるような獄に入れられて、その後は長州に送られることになります。長州に送られたら送られたで、野山獄という獄、これ今でも跡地があるんですけれども、牢獄に入れられるんですね。この時のエピソードが私好きなので、ちょっとお話ししたいと思います。その野山獄というのは、6室、だから合計12室の独房がこう連なっている、向かい合っているような牢獄であったみたいなんですよね。もう想像の通り、このほとんどの人たちが殺人傷害の罪で入っているような人たちなんですよ。だからこの現場の雰囲気というのは、どんよりと、まあ、暗い状態ですよね。そこに入ってくる吉田松陰ですよ。で、松陰は言うわけですね。このようにお互い、ぼんやりと獄中の日を過ごしていても仕方があるまいと思いますが、おのおのいかがでありましょう。要は、これを機会に皆さんから物を習いたいっていうふうに言うんですよ。だから誰々さん、あなたは書道がうまいみたいですね。ぜひ私に書道を教えてください。ということなんですよ。書道っていうのは、書く道と書いて書道ですね。誰々さん、あなたは俳句がうまいみたいですね。ぜひ私に俳句を教えてください。こういうことなんですよ。それでその場にいる全員が、もちろん日を決めてですけれども、何かしらの先生になって、その他の全員がその先生の専門分野について学ぶといった、ある意味大学のような、その牢獄が一気に学ぶ場に変わってしまったんですよ。ともかくも、松陰のこの野山獄での獄中生活はこの後1年2ヶ月続くんですが、それから出獄を許され、杉家へ幽閉処分となるんですね。幽閉というのは、家の中でもう反省しなさいよって、どこにも行っちゃいけないし、誰にも会っちゃダメですよっていうやつですね。そして松陰によるあの松下村塾がスタートするわけなんですよ。はい、ここで物語では二人の人物が登場してきます。一人目は久坂玄瑞。とにかくめちゃめちゃ頭が切れると。その俊才ぶりは、吉田松陰がその門下生において一番愛した人間であり、その証拠に松陰は自分の妹をこの久坂に嫁がせてるんですよね。結婚させてるんですよ。そしてもう一人が、前回もちらっと言いました、高杉晋作なんですよ。この高杉晋作、特に軍事の天才で、とても戦略眼に富んだ人だったんですよ。後の初代内閣総理大臣、まあ日本国の首相ですね、となった伊藤博文は、彼のことを動けば雷電のごとく、発すれば風雨のごとし、というふうに表現しているような人なんですよ。まあこう言われればかっこよくも聞こえるんですけれども、違う言い方をすれば、高杉晋作という男は単なる不良です。それも肝の据わった生きのいい不良なんですよ。ともかくも高杉はすでに松下村塾に通っていた草加に伴われて松下村塾に入門するわけですね。で、この松下村塾で学んでいく人たち、まあ厳密に言うと草加と高杉はこの幕末の乱世の中において死んでいってしまうので、それ以外の人たちですね、だから草加や高杉たちの後輩どもが150年前の明治政府、これを引っ張っていくリーダーたちになっていくんですね。ちなみにこの松下村塾、無料です。これは松陰の元々からの考えであったんですけれども、というよりかは、この松下村塾というのは、実を言うと松陰は3代目なんですよね。
もともとは、おじの玉木文之進が村でやっていた、まあ、寺小屋といいますか、まあ、子供たちに教えていた塾なんですよ。それを違う人が引き継いで、また引き継いだのが松陰だったんですよ。だから3代目なんですね。松陰は友人宛ての手紙の中でも言ってるんですが、そもそも我の塾を開きて客を待つは、一斉の騎士を得てこれと交わりを結び、我の岩丼を見やかんとするにあり。つまり、私が松下村塾をやっているのは、自分が偉そうに物事を教えるためではないですよって。ましてや、金を取るためでもないですよ。100人も人間が集まってくれば、1人ぐらいは人物がいるだろうと。されば、その人物と交わって、互いに切磋琢磨していきたいからだということを言ってるんですよ。果たしてその人物が来た。しかも2人もっていうことなんですよ。それが草加と高杉だったんですね。そうこうしているうちに、とある嫌疑がかかって、松陰はまた江戸に送られることになります。ちなみに、絶望を感じたことのない松陰は、この後に及んでも、江戸に送られるということは、江戸幕府に対して直接意見が言えると。もっと具体的に言えば、今、西欧列強がどんどんアジアに侵略してきて、どんどん植民地化していると。そんな世界情勢の中、吉田松陰はただ一人、日本の国防のことを考え続けてきたんですよ。それを長州藩とかではなくて、直接日本の政権、江戸幕府に直接意見が言えるぞっていうことで、希望を持つんですよね。そしてそのままあることないこと言ってしまうんですよ。で、あることで追及され、結果死罪となってしまうんですね。1859年10月の27日でした。あの子だけが不安であるという気持ちが、高杉家の人々の日常を支配しているようなんですよ。高杉晋作の父胡忠太などは、虫を起こさねばよいがという言葉を発しない日はない。つまり、高杉晋作という人は、家族の人から見ても、それほど危なっかしい人だったんですね。父、胡忠太の考えとしては、あるいは、結婚をすれば、人として落ち着くかもしれない。ということで、高杉晋作の縁談が決まるわけですが、当の晋作は、その縁談が決まった後に、松陰の死を知るわけですね。その日、晋作は松本村に走り、松陰が暮らしていた部屋に上がり、松陰のお母さんが挨拶してきても、ろくに返事をせずに、半日呆然とその部屋で暮らしていたみたいですね。そして、決意するわけです。この人の志を継ぐ者は自分しかいない。いよいよ晋作が動き出そうとするわけですね。ちなみに、長州大好き人間でもある晋作は、この当時すでに幕府など倒してしまうべきだということを感情によって思い、論理に酔わずにして決意するまで至っているんですね。あと数年もすれば、日本中がそのような雰囲気にはなっていくんですけれども、この当時すでに倒幕まで思想を高めている人というのは晋作ぐらいなもので、そういった意味ではやはりこの人はですね、天才としか言いようがないような人物なんですよ。ただその戦略、幕府を倒すという大方針は決まっていても、これを実行するための具体的戦術がまだまだ見つからないといった状況ですね。はい、ここで永井歌という人物が出てきます。これは単純に言えば長州藩の偉い人なんですけれども、頭のいい偉い人なんですけれども、その人が公開延暦策というものを打ち出すんですね。まあ端的に言うと、日本としては国を開国してどんどん貿易を盛んにしてお金を得ると。このお金でもって、船だとか蒸気船だとか、武力をつけて、とにかく日本としての国力をつけていこうじゃないかということを言ってるんですね。この策が一部の知識階級の人たちの支持を得るんですね。あとは幕府からの反応もいいと。ただ大部分の攘夷派の侍の人たちからは反感がすごいんですね。攘夷派、つまり外国勢力は打ち払えといった考えを持つ人たちのことを言うんですね。この攘夷派と対立しているのが開国派、つまりこの永井歌のような人たちですね。だから攘夷派というのは主に全国の侍どもの一般的な考えですね。もうもはやイデオロギーになってるんですよ。一般庶民とかも米の物価とかが上がっているので攘夷派なんですよ。この開国派というのは幕府の人たちだとか、あとは一般人でも医者ですね。医者というのは当時から西洋医学を取り入れてる人たちが多いので、少なからず世界情勢を知っているわけなんですよ。では肝心の草加と高杉の反応はどうかというと、永井歌切るべしなんですよ。暗殺を企てるんですね。
二人の意見、特に草加が声を励まして言うのが貿易亡国論というものなんですよ。まあこれは端的に言うと、そもそも日本には外国に売るような物産なんてないと。まあもしあったとしても、それがもうどん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 なくなって、例えば今日本が貿易を行っているオランダなどでは、売るものがすでにもうなくなっていて、貿易といっても日本は買うばかりだと。であれば日本のお金が流れる一方だということを主張するんですね。それだけじゃないですよ。開国をしました。じゃあ貿易をしましょうと言っても、開かれる港というのは横浜、兵庫、函館だとか、これ全部幕府の直轄の港なんですよ。つまり日本が貿易をするといったところで、その貿易をする港というのが徳川家の所有する港なので、徳川家しか儲からないんですよ。諸藩は、まあ長州藩は愚か、その他以外の諸藩は一切儲からないと。儲かるのはあくまで徳川家だけなんですよ。だから長州藩の重役たちもこの正論にはかなわないわけですね。だってもう正論ですから。だからといって長い歌、まあこの人も藩の重役ですから、偉い人ですから、この人をみすみす暗殺されるのを見過ごすわけにもいかないじゃないですか。そこで重役の人がある策を打つんですね。それが高杉晋作の上海行きなんですよ。というのも、この時すでに日本国としてはアメリカと修好通商条約を結んでしまった後のことだったんですね。条約を結んだものの、江戸幕府としては長いこと外国と貿易をやっていなかったために、その貿易の仕方を勉強するために、上海に幕府から何人か人が送られることになったんですよね。その幕府の使節団に随行する形で、長州藩としても誰か上海に行かせたい、ということだったんですよ。その話を藩の重役は晋作に振るわけですよ。晋作も長い歌人間一人を切るよりかも自分一人が上海に行く方がよっぽど面白いと。ということで晋作は上海に行くわけですね。さてこの高杉晋作がこの時上海に行くことによって日本の歴史は変わったと言っても過言ではないほどの体験を晋作はしてくるんですね。まず上海について晋作が圧倒されたのは西洋文明ですよ。上海もアヘン戦争によってイギリスをはじめとする西欧列強に支配されてますから、目の前で自分と同じ肌を持ったシナ人の人たち、まあ今でいう中国の人たちですよ、が奴隷のように扱われているのを見て衝撃を受けるんですね。そして晋作は中国語は喋れないですけれども、漢字、日本人は漢字が書けるので、筆談でなんとか会話ができるんですよ。で、晋作は紙に書いて、なぜあなたたちは白人と戦わないのか、といった意見を交換するんですよ。で、街を練り歩いて西洋文明についても興味津々なんですね。で、感づくんですね。西洋文明はすごいと。ただ、どうやら西洋文明の鍵は数学だな、っていうことに気づくんですね。で、数学に関する書物だとかを買って勉強したりとかもするんですけれども、まあこれはちょっと省いていたんですけれども、この高杉晋作という人は若い頃から勉強がすごくできた人なんですよ。だからもともと頭が良かったんですね。で、上海現地にいる西洋人たちも結構受けが良かったみたいですね。とあるアメリカ人が晋作に聞いてくるんですよ。あなたは大名の家来ですか？日本の大名は大君。大君というのは、将軍のことですね。幕府のトップにいるのが将軍です。だから日本の大名は将軍より強いというのはどういうわけですか？つまり外国の人たちも気づき始めてるんですよ。江戸幕府というのは徳川という侍ファミリーの一番大きい存在でしかないということですね。決して全ての大名を支配しているわけではないんですよ。晋作はその後も上海の街を練り歩いて、とある中国の人と仲良くなるんですね。そしてある日、その人の家を訪れて筆談するわけですね。意見交換をするわけなんですよ。テーマとしては東洋、つまりアジアを西欧列強の手からどのようにして救い出すか。そんな話を筆談でしているとき、とある外国の兵隊たちが勤務の時間が交代で終わったんでしょうね。どかどかと入ってくるわけなんですよ。ちなみに文化の違いもあるかもしれないんですけれども、この外国の人たちは人様の家であっても平気でどかどか入ってくるみたいなんですね。そして晋作の日本刀、刀に興味津々なんですよ。で、ぜひ見せてくれっていう風に言うんですね。晋作はちょっとうざいなぁと思いつつも、抜いて見せてあげるんですよ。で、外国の兵隊たちは持たせてくれ
ていうような表情を見せてるんですけど、その言葉を発せないぐらいの威嚇をしてるんですね。で、新作刀を収めます。で、ちょっと収まったんですけど、その兵隊たちがもう一度見せてくれって言ってくるんですね。ならぬと一言だけ言って、今度は中国の人に、この者どもの霊のなさは極めて不愉快である、自拒したいとまた筆談で書いて、最後に、日本はやがて彼らの野望をくじくつもりだ、大清国もいずれそうであることを望むと書いて門を出るんですね。この後新作は日本に帰って、当時の日本では最も過激な直接上位活動を実行するようになるんですね。夢見ていますか、この国の未来をもがいていますか、明日を生きるため志高く駆け抜けた同志の